僕なら自殺していると言ったわね。そう、なら望み通りにしてあげる、信じ。ほら、無様なのはどっち？マスターなんてサーヴァントがいなければただの人間。いえ、経験値よ。あれだけ私をイラつかせたのだもの。あなたの命だけじゃ飽き足らない。その全てを吸い上げて1キロバイトまで。いえ、1プランクまでスケールダウンさせてあげる。喜びなさい。あなたの才能は全て私。まったくさ、登坂たちも甘いんだよね。無敵をなんとかすればいいとか、発想が二流のゲーマーだよ。無敵が切れた後のレベル差も考えておく。それが完璧な攻略、完璧なゲーマーさ。何をしたの、シンジ。どうして私のレベルが1にまで下がっているのよ。あれ、言い忘れてたかな。僕さ、間違ってウイルスを飲んでレベルが下がっちゃったんだよね。気づかずに飲み続けていたら、いつの間にかカンストしてたわけ。いや、驚いちゃうよね。レベルってさ、マイナス999まで下がるんだから。なんですって。じゃあ私はマイナス999の負債をあなたからドレインした。そんな、ありえない。自分の体をおとりにして私を罠にはめたというの、あなたが。幼稚で身勝手で他人を愛せないあなたにそんなことでき。そうだよ、その通りだよ。僕は子供でわがままで、他人のことなんてどうでもいいさ。けどさ、ゲーマーとしてどうしてもオタクの方針は我慢できない。僕だって弱者をいたぶるのは大好きだけど、あれは自分の実力あってのもので、借り物の性能とかしらけるにも程がある。本当、チート行為とか虫巣が走るぐらいキモいんですけど。バーカバーカ、あとバーカ。信じ。思い知ったか。アジア圏一のゲームチャンプをなめんなよ。最後の守りも消え去ったな、メルトリウス。ここはシンジの勝ちだ。もはや貴様に耐えるはないぞ。そういうこと。結局は私も最後は自分の心に閉じこもるしかないってわけね。いいわ、ここは引いてあげる。この階層はあなたたちの好きにすればいい。でも、それも束の間の夢よ。私は誰にも邪魔されない場所で、また人間たちからレベルを吸い上げる。この私にふさわしい、満足のいくレベルを取り戻したら会いに来るわ。それまで仲間ごっこを続けるのね。
見たっだろ。これが一流ゲーマーのコープってやつさ。わかってるよ。体を構成する粒子が完全に消えるまで普通に話せるのがセラフのいいところだよね。数学はカットしてあったし、全然痛くないからどうってことないんだけどさ。リアルに体が消えていくのは気持ち悪くて吐きそうになる。もうその機能もないわけだけど。なんだよその顔、最後まで心機臭いやつだな。ああ、どうして僕がこんなことをしたのかわからない。そんなことで罪悪感いっぱいなわけ、お前。まあさ、僕もさ思い出しちゃったんだよね、本当の記憶ってやつ。聖杯戦争の話だよ。ムカつくけど、お前に負けたんだろう、僕。そうだよ。すげえムカついてるよ。今でもお前なんか嫌いだよ。でもさ、お前泣いたじゃん、二回戦か三回戦の頃にさ、僕のこと思い出して泣いてただろう。知ってるよ。そうだよ、あんなことでよかったんだ、聖杯戦争で優勝するなんて記録は残せなかったけど、それぐらいは残ったんだなって。なんだろうね、死んじゃうと安っぽいヒューマニズムに騙されちゃうぐらいバカになるみたいだ。なんかあれさ、少し嬉しかったんだ。だからお前がここで消えたら誰も僕のために泣かないじゃん。そう思ったら仕方ないな。本当に怖くて嫌だったけど、よく考えたらリアルな初めての友達だったし、本当に僕は死にたくなんてなかったけど、みんなそうだったんだよな。ちくしょう。そうだよ、どうせ僕は表に戻れば消えるんだし、元からゼロだったんだ。それなら何かすごい記録じゃなくて、僕のために泣いてくれたやつが残ってくれるなら、お前がつまんないやつでも思い出す誰かを残さなくちゃって。だからお前には残っていて。生体反応消滅しました。この裏側での記録もサーバーからロスト。狩りを記憶しているのは
観測していた私たちだけとなります。参ったわ。ゲーマーも侮れない。一流のプライド、かっこよかったわよ、シンジ。入り口の階段はまだ消えたままよ。奥にチェックポイント反応があるから、そこから一旦起動して、こっちは至急、メルトリリスの彫像にダイブする術式を組み上げるわ。